岸くん、カーブ気をつけてね。富士山、富士山だ。まずはワンバース9名のソソの遥かと奥の上、いや、乗り込みがスプリン連れてく飛行機、シュシュキッコリとリコシダンとお前どうも、富士山だ、お前とお前やばうまいうまい、やばいマジっすか今まで、バイク旅ー、ちょっとおじさん、はい、朝だから全然声が出てない鼻花粉症で全然声出てなかったびっくりした。おはようございます。おはようございます。この番組はですね、経験値を積み上げる、バラエティということで、今回我々バイク旅を行きたいと思います。お願いします。丸読み。次結構長いよ、行けるお父さん。はい、行きます行きます。ナビなしで、道を知ってる大人ってかっこよくないですか。はい、そういうことになる。いろんな道を走ったが、そこで出会う人たちとたくさん会話をして、いろんな経験値を積み上げていこうと思います。話が入ってこないよ。なんで一回整理していい。緊張してんだバイク旅で。もしかして一番慣れてないでテレビ。そう、これはガチでちょっとビビってます。カメラに一番慣れてないじゃん。けどナビなしで2人結構行けるタイプじゃない。それで言うと、まあ都内とか関東圏だったら大体めっちゃ知ってるよね。まあ乗ってるからね、普段から。うえー、久々。かっこいい。だいぶね乗りやすそうだよ。あ、本当ですか。足つきもいい感じで。そんなでかく見えない。そうだね。うん、あ、なんか乗りやすい。乗りやすいんだ。ああ、しかもなんか全然そんなに重くない。うわ、なんか実感湧いてきた今。あ、ほんとバイク旅いいじゃん、行こうよ。いいよね、行こうよ。いや、いいね。神奈川県で一番長いと言われている桜並木をみんなで走り抜けようと思ってます。神奈川県で一番長い。一番長いです。6キロぐらい。6キロ。6キロもあるんですか、桜並木。え、それ桜今咲いてんすか。確かに咲いてないの。いや、お楽しみじゃない？行ってから。あ、見て見て。確かにこんだけ天気良ければ最近あったかいし、もしかしたら咲いてるかも。心配だよ俺。いざ。てか今日めっちゃ天気いいな。天気やばいね。ツーリング日和だね。本当だね。暑いもん俺も。俺も暑い。ね。暑い。T シャツで乗りたいぐらい。いやー。どうしたんですか。いや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 、ちょっとね、ちょっとね。いいよ、こっちもう見てるから後ろ。オッケー、レッツゴー。岸君、高速道路ショーの真後ろ走るの危ないから。あ、オッケーオッケー。斜め右か左に入った方がいいよ。了解了解、うん、はい。そろそろ桜並木が来ます。マジで。この信号左かな。オッケー。ちょっと嫌な予感するんだけど、俺だけ桜。いや、まだ。だってこれ違う木でしょ、多分。これは違うか。これ違うよね。どうか願っていきましょう。どこだ桜並木。どこだ。これが桜並木。おい、嘘だろ。これこれが桜並木だって。嘘だ。いや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 、つぼみにつらなってないや。これは切ないわ。全然咲いてないじゃん。これ咲いてたら最高じゃない、ここの道。桜が咲いてなかったから緑屋ファームじゃないですかこれ。確かに。プラン変更やな。プラン変更、うん、はい。めっちゃいいじゃん、肉屋。いいじゃん、ホンダミート。肉屋行こうよ。最高。だいぶ腹減ったわ。めっちゃお腹減ったよね。ほな行くで。ほな行くで。肉屋行くで。食べたい。早い。あの子もなえるなえる。もう何、もうお腹減ったのよ。こんにちは。お肉屋見つけた。いや、しかもさ、スーパーじゃなくてお肉屋さんってのはよくない。そうだね。行こう。アポアポアポ。アポアポ取ってきて。すいません、こんにちは。ロケアポ。実はちょっとロケしてるんですけど、カメラって回して大丈夫ですかね。はい、撮れたらなって。美味しそうなに。社長、社長、カメラを中に回しても大丈夫ですか。あ、いいですか。大丈夫です。 OK です。お邪魔します。じゃあ美味しそうなお肉で。すごいお肉の塊が。こんにちは。これやばくない。やばいね。塊すぎないこれ。肉がすごいっすね、マジで。うわ、これ何キロあんの。おすすめのお肉ってありますか。いっぱい全部。全部、ね、全部美味しそうですね。じゃあもうね、ペコペコなんですよ僕ら。本当に食べる、はい、なんていうの、メニューによっていろいろ、例えばステーキみたいにするとか、はい、こういうステーキ美味しい。こういうなんていうの、焼肉屋さんみたいな。ああ、いやいや、あ、それも美味しいの。でも、え、お父さん、お父さん、ステーキが食べたい。こっちこっち系のステーキ。サーロイン。サーロインが食べたい。待って待って、すごいなこの量。うわー、すげー。グレードもいろいろあるし、はい、グレード一番いいやつだよ。僕らのお金じゃないんで今日。一番いいの。松牛。
行こうよ、ね、予算5000円。いや俺は予算5000円。あ、予算5000円。5000円か。お父さん、これじゃ5000円厳しいですか。実はこれなんです。え、半額なんですか。え、めっちゃ安いじゃないですか。え、3000円にしたのを1500円。え、じゃあいけるじゃん。え、お父さん安すぎない。 100g だ。これ100g 切ったら3mm ぐらい。結構薄いの。 3mm。 じゃあさ、300g 買ってさ、そうだ、ね、いくら。4500円でしょ。そうそう。でもなんかその5000円じゃ食べれないんじゃない。もうちょい出せます。もうちょい出せない。どうですか、あのせっかくね、ご主人じゃあ制作さんと岸君で男気じゃんけんしてさ。いや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 、だったらもう5000円増やそうよ。じゃあ俺らでそれは実費でしょ。俺が負けた。いいよいいよ。じゃあ実費じゃない、実費じゃない。だったらばいじゃんけんで勝ったら半額。そうですね。やばいやばい。負けたら半額はやばい。半額は2500円でしょ。まあでもそうだよ、それぐらいやんないと。そうだよね、割に合わないですけどね。一回3人でやる、代表決めで。そうだね、そうだね。一番強いやつね。最初はグーじゃんけんぽい。そうだ、まったく頼むわ。ちょ待って待って待って、これ本当に勝ったら1万円で、勝ったら1万円で負けたら2500円でしょ。2500円は嫌だ。いや、こっから勝ってきます。ちょっといきますよ。マジ男見せる。男見せる。頼むわ。最初はグーじゃんけんぽい。うめえ。こっちはペコペコなんだよ。1万円だぞ、1万円。いきますよ。直感でいいね。直感でいい、直感でいい。見えた、見えた、見えた、見えた。頼むと最初はグーじゃんけんぽい。見えてない。見えてないって。嘘でしょ。俺ザーサイみたいな、これで。これ一人一個ずつ持て。これうん、じゃあもう5000円。え、5000円でいいの。5000円でいいの。1枚買いましょう。うわ、なんか嬉しくなっちゃった。とりあえず1枚買いましょう。それをみんなでシェアして食べましょう。そうですね、そうですね、はい、それでしょ。ありがとうございます。じゃあお願いします。5000円。これを、はい、5000円分お願いします。次からはもう本当に半額にさせてください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。関西弁ディスってたからちゃいます。なんで自分グー出すの。おかしいやん。まだディスります。肉屋でグー出すのはないわ。ないんだよね。そして、あ、うわ来た、うわ来た、うわ、だってほら9299。うわすげー。だからいくらか、4600円。うわありがとうございます。先生ありがとうございます。先生って。じゃあお会計させてください。お父さん、5000円で松阪牛の最高ランクサーロインを購入。あんないいお肉が。ほんとっすね、超得した。だからなるべくあれ食べる前に米でいっぱいにしよう。ありがとうございます。ありがとうございます。レシートでいいんですか。レシートで、はい、美味しくいただきます。お父さん、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お邪魔しました。急に来て、すいませんでした。お邪魔しました。皆さん、良い一日を。良い一日を。お年寄りその時代に。はい、ありがとうございました。あばぐって。お気をつけて。お邪魔しました。あ、お肉忘れてるわ、お肉、お肉。ダメ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 。ありがとうございます。主食なんだから、俺らの。結局全部いけすぎ。ロース行きすぎじゃん、豚は。さすや。俺この人とバーベキュー嫌や。めっちゃ嫌俺。大丈夫大丈夫。なぜか大揉め。さらに、うわー、肉汁最高でございます。焼き加減も最高です。これあー、いい色。やばうまい。マジやばい。マジっすか。ありがとうございます。